いやみんな、今日もご視聴ありがとうございます。今日はね、ちとげ行こうかなと思うんですよ。学校、ちとげと過ごす学校生活、これね、順番ちょっと迷ってんですよね。ルリちゃんをどこに入れようかなと。で、ルリちゃんはね、正直キスできないんでまあおまけ程度なのかなっていう感じはあります。ただね、ルリちゃんを前除外したらね、あのルリちゃんを除外して、なんつうの、特殊召喚してる人がいたんでまあ要するにやってくれという合図だね。まあまあまあ、やり、この次ルリちゃんにしようかな、そしたらね。うん、待って、っていうことは小野寺最後じゃんね。まあまあまあ、いいでしょ、その辺分かっていると思うんで。しっかり楽しませなさいよね。めっちゃ楽しませる、任せて。うーん、やっとお昼休み ねお弁当食べる。ねえ、一緒にご飯食べない。そんなことよりさ、ちとげ、放課後遊びに行こうよいつもデート誘ってんだこいつ。放課後デートってこと？そうそうそう、うん、いいわよ。やったね。あ、でもお昼も一緒だからね。あー、それはキュンとくる。で、食べて、ちとげを食べちゃって。お待たせー。おー、つぐみに捕まっちゃって巻くのに手間取っちゃったわ。なんかつぐみも似たようなこと言ってた、ね、それで今日はどこに行くの？どうしようかな。うわ、どっちにしよう、やべえ、迷う。ゲーセンも面白いけどね。ゲーセンはあのストーリー上で行ったので、公園に行きましょうか。公園？そう。いいけど、今って何かやってるの？いや、やってはねえけど、まあとりあえずデートしようぜ。こうして歩いてると、もうすぐ冬が来るってわかるわね。あ、そうなの？わ、どうしよう。うわ、どっちにする？屋台発見したいけど、ゆっくり散歩もしたい。はあ、むずいな。屋台一緒か。ちょっとバラエティに飛ぼう。屋台、アイスの屋台みたいね。おお、いいじゃん、行きましょう。おいしいお、チョコミント。やっぱりアイスはチョコミントに限るわ。わかるわ、チョコミント大好き。あんたは何にしたの？チョコミント。え、ねえじゃん、パッションフルーツ待ってよ結構パッションしてんなこれ。まあ行くか。あんたって並びめちゃするわよね本当だよね。で、それ美味しいの？お、まあまあまあ、うまいぞ。行こうか。一口ちょうだい。よし、あんしょあん。うん、確かにこれはこれで美味しいわね。だろ？でも、はい、お返しに食べてみて。絶対チョコミントも美味しいから。わかる、でも俺チョコミント超好きやんね。ペロ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 、あれ終わりかよ。ちょっと待って、食べるシーンは？こうやって遊んでると時間が経つのも早いわね。もう終わり？あんまり遅いとクロードたちも心配するし、そろそろ帰りましょうか。うそ、待って待って待って。お、来た。どうしたの？どうしたもこうしたもないよ、なんでもない、バカ野郎、送っていくよ。ははさてはあんた、私と離れたくないとか？バレてら。え、本当にそうだって？しょうがねえだろ。やだ、まあ私もそうだけど。はい、ここにやけポイントですよ皆様、にやけポイント。手、ほら手出しなさいよ。なになになに、あんたの手あったかいわね。うん、このまま繋いで帰りましょう。最高かよおいおい、こんな終わり方があっていいのか。最高じゃねえかよ。ちょ、いやー、まあちょっともう一回行きたいけど、まあ今回はね、短いですけども、この辺にしておきましょうかね。でね、ちょっともうそろそろデートに誘ってみようか。シャインドロップが溜まってきたんですよ。もうだいぶ溜まってきた。ルリちゃんと小野寺だけ少ないんだけど、小野寺はね、今ね、ルートをやってるんですよ。これね、ルートクリアすると、ね、もらえるの。お金じゃないや、鍵が。で、小野寺のやつやってるんだけど、ちょっとね、1万円を集めるためにかなり周回をしていて、というか、周回というか、まあ、今、日にちを稼いでいてね。出ないんだよね、欲しいのが、出て欲しいやつが。うん、1枚か、あと小野寺は2、3枚残っちゃってるんだけど、ちとげは全部集めましたもんね。まあそんな感じで着々と進んでおりますという報告です。で、ルリちゃんについてはこれ本当は500まで集めないといけないんだけど、ルリちゃんはね、その数の制限がないというか、増えないと思うんですよね。だからこのままにしようかなと思ってます。よし、じゃあ明日もみんないいかい、よろしく頼むぜ。
ちとげのお出かけ。お出かけだからね。お出かけはマジで期待大だ。よし、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。